はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は6月の19日で水曜日です。空はね、晴れてますね。もう暑い。今日はね、もう夏のようです。昨日までね、すごい大雨だったんですけどね、今日は晴れて、もう夏日っていう感じ。ちょっと極端すぎる。今日はね、長袖着ています。まあ散歩の時はね、ほとんど長袖です。昨日ね、ほんでゴミ捨て行ったらね、あの雷がね、鳴っててね、何回か落ちてたんですよね。みんな気になるからね、急いで家帰ってきたんですよ。ほんならね、ハツがね、こたつの上にね、純ちゃんと避難してたんですよ。なんでこたつの上にいるかなと思ってたんですけど、やっぱパニックってたんでしょうね。いつも雷鳴ったらね、あのそろりそろりと2階に行くんですけどね、今日はこたつの上にいました。もう純ちゃんとね、一緒にこたつの上にいたんですけど、純ちゃんがね、ハツを守ってる形でしたね。ねえ、ゲーちゃん、今日のニュースはね、まあね、何にもないんですよ。今年もね、夏はね、あのアリが出てくると思うんでね、アリ対策したいと思うんですけどね。去年ね、あの天井からね、あのアリ出てきたんですよ。このエアコンの横の天井のあたりからね、アリが出てきててね、なんで天井におるんやろうと思ってたんですけど、天井からこの下にね、出入りしてたんですよ。で、天井から出てきてね、この純ちゃんのね、純ちゃん置き餌してるじゃないですか。それを狙ってくるんですよ。もうアリ対策はね、アリが出たらね、アリのスコロリ、あれを置いて1日ぐらい置いてね、そしたら餌運んでいくんでね、アリのスコロリで、まあ1ヶ月ぐらい防げるかな。でもアリのスコロリでね、運んでる途中であれ毒運んでるじゃないですか。で、ハツとキュウちゃんとかジュンちゃんいるからね、それがちょっと気になるんですよね。で、ずっと置いとけないんですよ。もう深夜のね、深夜で言うたら深夜に置いてもしゃあないから、アリが活動してないから。昼間ね、あのみんなが寝てる時に置くんですよ。ほんで気づかないうちにあの撤去する。アリのスコロリの毒食べられたらもう困るし、もう暑さ対策としてね、あのヨシズはね、もう立てかけたんですよ、外に。あれでね、結構ね、暑さはね、あの防げるんです。まあ、防げるっていうのは限度があるけど。あとはね、もうエアコンずっとつけとくしかないですよね。あ、今日のニュースね、一つあったんですよね。まあ、まあどうでもいいんですけどね。アメリカのね、ロサンゼルスのね、学校でね、もう全面的にね、スマホを禁止したみたいです。そこの学校の区内ではね、だいたい42万人いるそうですよ。いや、めちゃくちゃ多いやんと思ったんやけど、そこが全面的にスマホを禁止したみたいです。理由としてはね、もう学校が成り立たんみたいです、スマホがあったら。はい、桃、これね、すっごい大きくなってきました。リンゴがね、どっか行ってしまった。ほんまにリンゴどっか行ってしまった。誰かに取られたんかな、鳥かなんかに。
いや、ほんまリンゴないんですよ。楽しみにしてたのに。なんなのって感じ。リンゴをね、取られました。この辺にね、リンゴできてたと思うんですよ。あ、あった。こんなとこに移動してる。高さ。リンゴね、一つありました。ちょっとね、大きく成長してますね。これそもそもね、小さいリンゴなんですよ。これ。こっちはね、あれ、桃。桃はいっぱいできてる。梅はね、一切できてない。一つもできてない。はい、これ暑さ対策ね、ヨシグ。こっちにもこれでね、だいぶね、暑さをね、防げるんですよね。じゃんじゃん待ってたー、じゃんじゃん。また寝ちゃいました。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に野菜炒めにヨーグルトです。このヨーグルトはね、メグっていうヨーグルトです。こっちの野菜炒めは、小松菜に、新玉に、ソーセージを入れました。この新玉がね、ちょっと美味しそうだったんですよ。玉ねぎ。あ、レタスも入れました。いや、新玉美味しい。これちょっと味付けしてないんでね、ソーセージと一緒に食べたら、ちょうどいい感じ。こっちはね、新しいヨーグルト。表紙にね、メグって書いてました。これどうでしょう。違いがわからん。正直ヨーグルトのメーカーの違いがね、あんまりわからん。ゆんちゃんはね、そこで寝てます。ゆんちゃんも、ここにいます。ハツはね、玄関で多分寝てると思います。はい、今日はこんな感じです。今日もまた暑くなりそうです。